ショールームをご覧のあなた、こんばんは。乃木坂46の新内舞です。いよいよ今週末は東京ドームの公演みたいなんですけど、マジか、やばい、どうしよう。今日もベストアーティスト合ってるよね。ちょっとあのベストヒット歌謡祭とちょっと混ざっちゃうんで、ベストアーティストの楽屋でちょっと確認とかもしたんですけど、個人的にできるかな。いや、できるよね。ちょっと不安です。ちなみに会場来るよって人どれぐらいいます？お、意外といる。ちなみに配信で見るよって方います？そうなんですよね。嬉しいですね、皆さん来ていただいて本当ありがとうございます。ちなみに今日は先ほどまでベストアーティストに出演させていただいてたんですけども、この1週間でベストヒット歌謡祭、ベストヒット歌謡祭って今週ですか？先週？先週の木曜日？え？本当に？もうそんな時間経ちました？あ、そ、もうそんな時間っていうか、本当だ。え、もう2週間前だと思ってました。マジ、え、1週間しか経ってないんですか？やばみ、やばみっていうのがちょっと古いですねそっか。先週の感じ本当にしないです。2週間ぐらい前だと思ってました。はい、まあ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 、まあ結構ね、音楽番組多くて、カウントダウン TV も一昨日出させていただいたりとか。カウントダウン TV 見ました？本当にすごかったです、カメラワークが。その東京博物館とコラボレーションさせていただいていて、今乃木坂46が、それに何だろう、伴ってといいますか、それのご縁で、一緒に東京博物館の館内で歌を披露させていただいたんですけども、もう昼に、ご覧いただいた方は分かると思うんですけど、お昼にその4曲分撮ってきたんですよ。で、見ていただければ分かるんですけど、ああいうのって物撮りとかじゃなくて本当にまんま行くんですね。カメラが、なんだろう、カメラがこっからこう行ってこう入って、で次のカメラのスイッチ切り替えてこっからこうやってってやってるから、本当に一連を覚えなきゃいけないんですね。4曲分の一連、本当になんかミュージカルみたいな感じなんですよ。ここの動線を通って階段に抜けて上に行ってとか、ここの隙間からカメラが通ってみたいなやるので、すごい、なんだろう、カメラさん、カメラマンさんたちは多分ワーク、カメラワークを考えるのが多分すごく大変で、めちゃくちゃロケハンしてくださったみたいで、振り付けの清志郎さんとかも含めて、もうめちゃくちゃなんかその会議してくれたみたいで、まあ、そんな中でね、やらせていただいたので、めちゃくちゃありがたかったですし、すごい美しいなって思いながら私たちも見てましたね。すごく貴重な経験させていただきました。ちなみに最後のタイトハグの時は、階段使ってやったんですけど、あれ本当にめっちゃ怖かったですいや、なんか転んだら石だから痛いだろうなとか、なんかちょっと最初は本当になんかありがたいけど、なんか大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、思ったよりやっぱりスカートとがやっぱりその引っかかってしまったりとかするので、で私がこけたら終わりだって思って、誰か絶対巻き込んじゃうから、もうすごい慎重にやらせていただきましたね。すごく怖かったです。しかも生放送だったので、でもその回もあってやっぱり綺麗にカメラマンさんたちとも息があって、すごく楽しかったですね。めちゃくちゃ合ってましたよね。なんだっけ、衣装と背景っていうか、場所とめちゃくちゃいい感じでしたね。でもすごく貴重な経験でした。めちゃくちゃ感謝してます。普通の
なんか2時間スペシャルとかではないのに、私たちの尺だけですごくたくさんね曲披露させていただいて、結果的に5曲披露させていただいたので、そう思うとやっぱありがたいなってめちゃくちゃ思いますね。うん、ね、本当にありがとうございます。まあ、今日は今日でベストアーティストさんに指定させていただいて、今日も4曲ですかね、メドレーでやらせてもらったんですけど、すごく楽しかったです。はい、ね、そう、そしてですね、私乃木坂スター誕生にも出たんですよ。4期生がやっていた番組に先輩ゲストとして出させていただいたんですけど、あのチェッカーズの鶴久さんと一緒にギザギザハート歌ったんですけど、なんかその新内さんならいいと思ってって言って私に乗ったらしいんですよ。新内さんだったらかっこよく決めてくれると思ってって思って、なんかやんちゃなイメージがあったらしくて、マネージャーさんから、いやそんなことないと思って実際にそのなんだろう、やっぱりすごいその歌のレッスンとかダンスのレッスンの時にもうちょっと悪ぶってください、もうちょっと悪ぶってくださいって言われたので、あ、やっぱ私ちゃんとその悪ぶってる方じゃなかったんだなってそう思いましたね。どうやったら悪ぶって見えるかっていう研究したりとか、すごい、うん、楽しかったですね。あと赤坂さんのモノマネもやさせていただいたんですけど、夜は引っ張れのあれもすごく本当に見てたもんで、お母さんと夜、やらせてもらえるんですかって嬉しかったですね。でもすごく貴重な経験させていただいて、あんな長尺で一人で歌ってテレビに出ることなんてないので、もちろん鶴久さんと一緒にだったんですけども、でもなんかマネージャーさんからあの LINE 来て、鶴久さんが反応してくださってましたって言って見たやつが、新内さんはなんかさすがの貫禄でしたみたいな、なんだっけな、 LINE 見返せばあるんですけど、そう言ってくださってて、でもなんか永遠にそうなんかずっとその鶴久さんと一緒にやってる時も、あのそのリハの時からすごいねみたいな、落ち着いてるねみたいな、貫禄がみたいな言われてて、でなんかその乃木ビンゴの時にいらっしゃったスタッフさんとかもいたので、その人とかにもすごいなんか先輩ですねみたいな、うん、でもすごく嬉しかったですね。ありがとうございます。いいな、もう一回ぐらい出たいですけどダメかな、本当に。でもいろんなメンバーが出てほしいので、まあ、機会があったらまた出たいなって思いつつ、はい、そんなわけで毎週水曜日のこの後深夜1時からラジオラジコショールームで同時生配信、乃木坂46のオールナイトニッポンのプレイ直前スペシャルとしてお送りしているこの番組。このところこの直前スペシャルでは、私が子どもの頃に見てトラウマになった記憶がある、手の甲からタコの足が出てくる映画が何なのかという話題になってるんですが、先々週の段階でテンタクルスとヒドゥンの2作品が候補でした。ただ重ね重ね言っておくんですが、私新内はこの映画がトラウマになっているので、自分ではこの映画が正解なのか確認できないんですね。でその代わりまた AD の中村くんが見てくれたんですけど、さすがに1週間で2本はきつかったらしく、先週はテンタクルスを見てくれたものの、私的にはピンとこなかったんですよ。でそれに続いてこの1週間はヒドゥンを見てくれたんですよ。すごい、船崎ちゃんもいっぱいつっついてくれてありがとう、もう本当に、千葉県船橋市22歳ケンチャッキーくんからです。この事前配信で最近急増している AD 中村くんのファンの一人です毎週とタコ職種など少ない情報を頼りにリスナーが探した映画を見ては何度も新内さんに違うかもと返されてしまう中村くんにエールを送りたいです。今週は正解出るといいですね、ありがとうございます。なんですかね、なんかラジオのファンの皆さんってスタッフさんのこと大好きすぎませんいやすごい思いますね。はい、続きまして、横浜市栄区ダイヤモンドは動かないさんからです。
世間ではイカゲームが話題の中、一向にタコ時刻から抜け出せない AD 中村くんを救いたいです。ですがあいにく僕は映画に疎いので、何とか、他のリスナーの皆さんが新内さんが 見た映画を見つけてくれることを祈ってます。じゃあ今週の宿題だった中村くんのスクショ見ますか。すごいね、イカとタコ。あーらららら、結構気持ち悪い、ごめんこんなん見せてえ、どう、うわー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 、マジ、あーらららこんにちは。えー、これ何分映画でした？1時間半。あー、すいません。あー、これは気持ち悪い、ひどい。え、面白かったですか？あ、面白かったんだこれは。スクショが今までで一番ちょっとえぐかったです。はい、あ、リスナーの方からも、え、いいのにりょうさんからです。ヒドゥンは犯罪者である異星人が人間に入り込み、連続凶悪殺人を繰り返す映画です。確か異星人に乗り移られた人間の手首から触手が出てきて、それを自分で抑えるシーンがあったように思います。ヒドゥン1、2どちらかは覚えてないですが、1は何度もテレビ放送してたように思います。いやー、でもなんか、うん、なんだろう、このちょっとなんだろう、古い感じ、うわ、うんのーこれさ、私さ、確認するとか言ったけど無理だわ。ヒドゥンだったらちょっと無理かも。これ違う？あー、気持ち悪い。え、これ何ですか？じゃあ、え、これ今回1見たんですか？でも2はさ、テレビ放送しないんですよね、あんまり多分、きっと。じゃあ何だろう、時間があったら2見てみてください。悪っ悪っそっか、どうしようかな。じゃあ続き映画の情報を募集しております。乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコムに、この来てくだ、送ってください。それではこの後1時にまたお会いしましょう。バイバーイ。